オーストラリアで毛が伸びきって重そうな野生の羊が森をさまよっているところを発見されました。農場の人が毛を刈ったところ、その重さは実に約35キロもあったとのことです。バーラックと名付けられたこの羊は、かつて人に飼われていたようです。毛を刈ってもらってさっぱりしたバーラックは、今、他の羊たちと農場で過ごしています。